はいどうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日も京都で無動討伐の、まあ、動画ですね。まあ肉入りで、まあ、野良でね結構無動がギスギスしてるということをちょっと聞きまして、まあ今日はね肉入り安定構成ね、安定ね、もうタイムアタックとかは知らんね、タイムアタックとか知らないけど確実にね討伐できるっていうね、この構成を今日はご紹介していきたいと思います。いや、やっててね全勝絶対負けへん。まあ、ただ体勢はいるよ、いるものは。はい、まずね一つ、印籠、これいります。そして二つ目眠り、これもちょっとごめんいるわ。で三つ目呪文体勢、これももう申し訳ないいる。鱗はどっちでもいいかなと思った。うん、でいらないの怯えね、いらないかもしれないこの構成、怯えガード。うん、はい、ね、高木ちゃんランプ職人ですが、怯えをちょっと一生懸命頑張って作ってるんですが、その怯えが売れなくなっちゃうことを考慮してこの動画を出します。はい、まあ一応ねちょっとね装備してますけどね、まあなってもいいしなくてもいい、もうどっちでもいいっていう構成です。はい、その構成は、はい、ドン旅ゲー4人、うん、これで決まり、これで決まり、うん、これで決まりでございます。で、まあ、戦い方なんですけども、まあ、今までのね、ザルトナだとか、ドレアムだとか流行った十字。とにかく、北、南、東、西に分かれて、デュアルブレーカーとか、レボスライサーとか、真ん中で打ちまくる。まあ、結構ね、無道君動き回るんだけど、まあ、動き回ったら、また動き、その動いたところに、また合わせて、位置固定して、やるって感じですね。で、一応これだけ決めておいてほしい。回復職と、ゴッジャグ、エパさんと僕が、まあ、正直その回復役。あとは、アートランスさんとペロさん、ペロちゃんで、攻撃をガンガンしてと。まあ、とにかく、ルカニと、ゴッドジャグリングを、とにかく二人でやってくれと。うん、維持して。で、僕らは回復。まあね、基本的に回復一人で足りるんだけど、レパさんが、その、氷塊で怯えたり、その、石化したり、まあ、氷塊は怯えたりすることないから、怯えカードあったから。で、あとね、まあ、レボスライサー撃つときに、まあ、回復補助っていう形で、まあ、回復は二人欲しいのかな。なので、レパさんが何かするときに僕がハッスルダンスするって形で、まあ、基本的に僕は攻撃をするっていう形ですかね。うん。で、あとは、ペロちゃんたちが、ルカリと、ゴッドジャグリングをやって、守備力下げて、あとは、切り裂きピーローが出てきた時にね、まあ、それもね、一緒に踏まえて、ゴッドジャグリングをね、巻き込むような形で、攻撃力を落とした方が、いいよ。すんなりいくよっていう形になりましたね。あと、大切なのが、避ける技と、集まる技っていうのが二つありまして、大絶叫。ハゲオタね、いわゆる。あれと、あと、氷塊。まあ、周りに巻き込まないように。まあ、特に怯えのない人、巻き込まないように、下がる。うん。で、あとが、石化。これもね、石化一緒にさせちゃったらまずいので、これ、下がってください、必ず。で、イオマータ。イオマータやった時は、集まってください、逆に。そしたらね、分散されて、全然知らない。ので、イオマータ来た時は、4人で真ん中に集まる。それ以外は、技は下がる。で、ダメージ受けても、体下がりとかしないで。うん。すぐ回復するからハッスルダンスで。死ぬから下がろうっていう形になると、ハッスルダンスが届かなくなるので、絶対その場に位置いてください。うん。これがポイントかな。まあ、ということで、ちょっと一回やってみようか。はい。ということで、立ち位置なんですけども、こうやって、十字の方に行きます。で、回復の人たちが、北と南に分かれて行ってください。レパさんと僕で回復する。なので、逆に、こういう位置じゃないと、ハッスルダンスが届かないので。うん。まあ、こんな感じで。で、アートナスさんとペロさん、ペロちゃんが、ゴッジャグとルカニ役っていうことでやっていきます。では、いきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきます。で、開幕はね、一人僕だね、今回は。今回なんですけど、戦いのビートを。僕がします。するような手はずになってます。で、あとは回復を、レパさんがやって、で、ルカリを下げてもらう。で、あとはゴッジャグを、大絶叫は後ろに下がるだけ。ごめんね、さ、あ、ぶち当たったね。ぶち当たったね。さ、超ハッスルで、みんな回復しました。みんな回復しなくていいんだけどな。みんな回復しなくていいよ。僕とレパさんだけでいいよ。うん。よいしょ。あとはゴッジャグとルカニをね2人で入れていただいて、
で、レポスライサー行くね。で、僕がレポスライサー、レパさんが入れるときは僕がハッスルで回復役って形です。で、あとはもう攻撃。ちょっと下がれ。とにかく後ろに下がるだけ。後ろに下がる。後ろに下がって避けるだけ。で、ハッスルね。ハッスルで回復。さあ、でもって、強援来て、じゃあレボ行こうかな、僕。レボスライサー行きます。はいよ。さあ受けるダメージ大きくなった。次はペロちゃんだね。でここに行くとちょっときついんだよな。で災いだとおいはい、オッケー。これで直してでごっちゃくを入れて攻撃力低下を常にするっていう形かな。はい、オッケー。さあ再開が来たね。レボル打ちます。オッケーオッケー。レボル打ってよいしょ。さあいいね。受けるダメージ大きくなって回復のレパさんが回復ありがとう。でもってデュアルブレイカー。さあメラガイア来る。メラガイア来るけど回復。はい、オッケー。僕が回復するよ。さあ打ったかな。さあ無毒変わったね。さあいい。で石化をやってくるんだけど、これも巻き込まないようにね、あの狙われた人が下がってくださいね。でもこんだけね放てれば多分当たらないと思うんだよね。うん。まあ、戦いのビートは出るから。大絶叫下がれ。大絶叫下がって。で、持って、ハッスルダンス。でね、ここ、切り裂きピエロが出てきた場合ね、切り裂きピエロにね、できるだけ当てるように、あれした方がいい。ごっちゃごした方がいい。うん。これもね、氷塊だと怯えがなくても、一人だけ食らう感じになるからね。一人で食らう感じになるから。これなんだ、イオーマート。イオーマートは夜。真ん中に夜。イオーマートは夜。そしたら、ほら。ね、まあ、ペロちゃんがね、あの集中的に食らっちゃったけど、死ぬことはないんだよね、死ぬことは。で、持って、デュアルブレーカー。で、この遺跡化もアントラスさんだけで、ね、配るって、食らうって感じね。あ、また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 、大、おたきびやって大絶叫を食らってしまったっていうね。まあ、こうやって事故るけど、すぐザオーラルで回復。で、ハッスルダンスで回復してくれれば、ほら、イカズチも、あんだけこんだけ離れてれば、当たらないっていうね。はいよ。じゃあレボ行こうかな。レボ行きます。レボ行きます。おしょ。はい、当たらなかった。残念残念残念。さあごっちゃぐもできるだけ切り裂き経路を。よし入ったね。よし入ったね。攻撃ダウンね、なったね。オッケーオッケー。さあオッケー。デュアルカッター、いいねいいね。受けるダメージは大きくなっとるね。大きくなっとるね。オッケー。ハッスルダンス、まあ、ギガスローでもやって、おいしょ。さあ、レボ行きます。さあ、今のイカズチ、ごめん、ちょっと間に合わなかった。オッケー。で、僕がハッスルダンスね。おいしょ。まあ、レボ役、あれ、下がれ。下がる、後ろ下がるだけ。とにかく下がるだけ。とにかく下がるだけ。で、ザオーラル。さあ、ペロちゃんがちょっと死にそうだ。ペロちゃんが死にそうだから、ちょっと待ってね。あれだな。一瞬あれだな。ちょっと一瞬あれだな。おいしょ。で、ハッスルが僕をする。サブ回復ね。サブ回復。サブ回復でハッスルする。レパさんにヨーマーた。ちょっと待って。邪魔。そう、オッケーオッケー。おいしょ。ハッスル。これなんだ？さあ、立ち位置に戻って、超ハッスル。なんでもってチャンス来てる。あ、チャンス逃げちゃったな。さあ、レボ行きます。さあ、評価いい。おいしょ。あ、全然ダメじゃん。全然ダメじゃない。戦いのビートでちょっと攻撃力あるよね。おいしょ。さあ、で、マロ行かずち。レボル打ちます。おいしょ。あ、いいね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 。はい、残念。で、ハッスル。おいしょ。レボ、オッケー、レボ、オッケーよ。さあ、離れてね。境界は巻き込まないように離れる。で、持ってハッスルダンス。あれペロちゃん、今、食らっちゃった？一緒に食らっちゃった？さあ、ゴッドジャグリングも一応、新しい切り裂きピエロなので、できるだけ巻き込むように入れる。さあ、石化。さあ、ペロちゃん、生き返らせる。で、できるだけハッスルは巻き込むように。よいしょ。OK。さあ、イカズチ。これちょっと壁側に行くときっときついよね。
壁側に行くとちょっときついよね。ちょっと甘くさい。切り裂きピエロ君邪魔。切り裂きピエロ君邪魔。おいしょ。さあ、ショックです。で、持ってすかさず立ち位置に行ってエンドオブシーン。おいしょ。さあ、いや、まだ大丈夫。ちょっと近づいてほしい。近づいてほしい。近づいて。お、耐えた、すごい。耐えたね。さあ、耐えた。おいしょ。オッケー。でもってデュアルブレーカー。アイカンタン。無道をやっつけた。6分5秒。うん。まあ、結構時間はかかるんだけど、安定するかな。安定っていうか、まあ確実に倒せるかな。さあ、2戦目いきましょう。よろしくお願いします。まあ、最初は戦いのビートですね。まあ、とにかく心構成ってあれなんですよね。大絶叫をどうにかすればいいので、必ずね、大絶叫をね、避けたいところなので、下がりましょうね。じゃあ下がって、はい、ドーンで、うまく、OK、ハスルですね。ハスルですね、OK。で、持って、レボを、とりあえず行こうから、先にレボ行きます。行きます。おいしょ。さあ、受けるダメージ大きくなって、とにかくこのレボ回しも大切。とにかくこのレボ回しも大切。で、大絶叫大丈夫だね。さあ、OK。さあ、離れて、デュアルブレイク、デュアルカットね。OK。さあ、来たよ来たよ。マザーはいい。エンドオブシーン。うん。おいしょ。さあ、次はです。デュアルブレイカー、デュアルカッター。さあ、下がって。大絶叫下がって。ナイス、いいじゃない。とにかく距離を保ちながらやることだね。距離を保ちながらやることが大切。さあ、攻撃力が下がってるね。攻撃力が下がってる。さあ、大絶叫来ない。なんか、値攻撃力が全然違うな、僕。なんだこれさ。1000ちょっと食らうけど、ね、900ダメージもある。さあ、レボスライサーは、さあ、回復を補助の補助回復のレパさんがレボをやるから大丈夫か。さあ、ここで変わる。で、ゴッドジャグリングで攻撃力さらに延長。はい、レボ打ちます。 OKOK です。さあ、石化は絶対ね、巻き込まないようにね、一人で食らうようにお願いします。さあ、イオマータは前に出る感じかな。イオマータは前に出る。うわ、アップに耐えたね。耐えた耐えた。これ多分アイビスとかなんかやってたかな。さあ、一応念のためにビートやって、さあ、攻撃力アップ。で、レボスライサー打ちます。おいしょ。とにかく一人で受けるところね、この構成は。とにかく一人で受ける。さあ、石化。さあ、何する何する。 OK。 ほい、デュアルカッター。さあ、氷塊は下がろうね。氷塊は下がって一人で受けていきますね。 OK。 結構ね、切り裂きピエロがうっとうしいけどね。さあ、大勢が下がって、あ、いいね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 。はい、簡単。あ、これはいいわ。これだね、大絶叫さえ気をつければ、かなり楽ちんにいける。はい、レボ OK。レボ OK よ。レボ OK。OK よ。さあ、回復、ゴッドジャグリング。僕ないな。ちょっとレボないな。さあ、切り裂きピールを巻き込みながら、OK。いいね、いいね、巻き込んでるね。攻撃を下げていく。で、大丈夫か？大丈夫ね。イオマータ。さあ、イオマータは近づく。近づく。で、下がる。大絶叫が来そう。大絶叫の可能性が高い。あ、石化でした。ごめんなさい。すいません。すいません。嘘つきました。嘘ついた時の頭脳がこんな感じだよね。はっ！嘘ついてしまった。固まる。こんな感じです。で、持ってレーボール、大絶叫下がる。あ、いいね、いいね、いいね。おいしょ。
でもって次はレボルは暴行でしょ。レボル弾あるね、まだまだか効果がある。さあレポサに境界、レポサに境界なんで僕はちょっとハスでしょうね。あ、大丈夫か。でもってレボル行く、レボル行く前に石化する。残念残念。さあ行かずし、はい、ありがとう。レボル行きましょうね。ちょっと待って、これ何、死んでないの、びっくりした。さあレボール行って、残念入らなかった。さあ災いが来るからエンドマシーン、オッケーオッケー。でハッスルダンスを僕耐めるね、僕耐めるねじゃねえや、ハッスルダンス役ね僕、オッケー。レボー行ったかな、レボー行ったかな。イオマータは近づく、さあ前に近づく、あ、オッケー。さあ氷乱、氷乱は下がろう、下がろうね。氷乱は下がって一人受け、おじょ。さあ魔鋼、石化の魔鋼、いやようやってくるな石化。はい、じゃんにゃん、いいね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 、旅音構成いいね。さあイオマータはオッケーオッケー、分けた。さあゴトジャグリーで、できるだけ切り裂きピエロを入れながら、はい、オッケー。でもって、はい、オッケー、ハッスルね僕やる、ハッスル僕やるから大丈夫。とにかく怖いのが大絶叫なので、絶叫を、よいしょ、はい、簡単、受けなければ簡単にいけたね。無道の安定討伐構成でした。まあ、旅読んでね、十字に囲んで、十字戦法はね、昔からあるけどね、まあ、それを応用してちょっとやりました。まあ、基本的に離れて戦う、あと大絶叫だけだね、大絶叫。まあ、イオマータは、集まってみんなでダメージを討伐して受けて、ハッスルダンスですぐ回復するっていう形だね。まあ、とにかく回復役と、攻撃役を、まあ、分けてやってもらえれば、まあ、そんなにね混乱しずにはできると思う。まあ、ハッスルを同時にやってしまうとか、レボスライサーを、同時にやってしまうという行為が一番ちょっともったいないので、まあ、順番を決めてなり、回復役攻撃役を決めてやっておくと楽に戦えるとは思います。まあ、途中でアイギスとか入れてもらえれば死にくくなるし、まあ、ファランクス入れちゃうとちょっと与えるダメージが少なくなっちゃうので、ちょっともったいないかなと思うんですけども、まあ、基本ね、この構成、まあ、死んでもね、すぐにね、フォローができる立ち位置になったり、回復もできたりするので、案外ね、もうノラさんでも安定して、知らない者ども同士でも組んですぐ行けるような戦い方だと思います。5、6回やったんですけども、どれも全勝しました。うん。一回も負けはないので、基本的に勝ちたい人は、ね、どうしても安定して勝ちたい人はね、まあ、ただ時間はかかっちゃいますがね。ということでね、今日は無道の討伐動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。